じゃ話しましょう、はい、これはまあカカオの、まあ、地名出しますけど、うん、高尾、高尾の山奥っていう、うん、一応東京なのかな、東京ですね、東京だよね、高尾、ね、高尾さんとか、そうそう、うん、その辺ですよ、ね、で僕の実体験なんですけど、お実体験、はい、おまあ18、9ぐらい、まあ、今から10年前ぐらいですね、うん、免許をまあ取り立てで、でよくこうドライブなんかこう地元の友達なんかとちょっとまあ免許取り立てでよく行くことがありまして、でまあその夏だったので、まあ若気の至りじゃないですけど、まあ肝試し行こうや、うん、ちょっとそういった廃墟とか、まあ曰く付きの新スポ、うん、心霊スポット、ね、心霊スポットにちょっとこうドライブ行こうやっていうノリになるわけですよ、うん、でそれ調べてたり、やっぱこういろんな人の話聞いてすると、高尾の山奥にあるお寺がめちゃくちゃやべえって話、うん、寺実あの人が住んでる寺ではないもうと思います、うんうん、ない寺だと思います、うん、で要は、その高尾の、まあ、ある道を外れたところから上上がっていくと、もう人気も家も全部なくなってって、ずーっと山を上がっていくと、もう車1台分しか通れないような獣道みたいなギリギリの山、ぶわー上がってって、で一番頂上にその寺があるっていう話、うん、でそこまで行ったらとにかく怖い、街灯もないし、もうちょっと気をつけていった方がいい、であとはそこって本当にもういわくつきで、うん、みんなが近寄らないから、うん、要はその辺に住んでいる住人たちも、まあちょっと道外れた人とか、ちょっとこうおかしい変わった人、変わった人とか、人里離れ、いや人と接したくない人みたいな、そうそうそう、うん、だから要は両面で危ない、そう、住民生きてる人間も怖いと、そうです、これダブルパンチって一番やばいじゃないですか、うん、でそこじゃ行くべって話なんです、うん、もう本当若気の至りです、で僕ともう一人、まあ、あの親友と一緒に行こうということで、うん、まあ車でわーって、まあ、ここ曲がっていくで行っていくと、やっぱだんだん言えなくなってきて、うん、ほんとこっち合ってるかなと思うぐらい、うんうん、もう変な話、ナビなんかで見てももう何でも多分道がピリって引いてる、うん、でうわー上がっていくと、もうだん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 もうその夏なのに、うん、やっぱ肌寒くなるぐらい、うん、もうちょっとしんやりしてるんですよ、うん、雰囲気的にも、うん、で最初窓開けて暑いなーなんて言ってたんだけど、うん、窓閉めようぐらいちょっと寒いな窓閉めようぐらいになって、うん、で街灯もなくなってきて、で家もだんだんなくなってくる、うん、で、うわーって言って、うわ、この辺かな、この辺かな、まだつかないかな、まだつかないかなと思った時に、パッと開けた広場みたいなところに、パッてついたんです、うん、そこが、いわば今頂上、あ、寺のね、寺のところだっていうところだということが、うん、まあ、わからないですけど、うん、まあそこだろうということで、うんうんうん、ちょっとパーって回したら、うん、もう木が、もう台風かわからないですけどね、バババババ倒れてたりとか、うんうん、あ、車が、廃車になったのは乗り捨てられた車みたいなのが、うん、もう、サビだらけで、うんうんうん、もう雨ざらしで、もう窓もバキバキに割れてた、うんうん、壊れた車がボーンってあるとか、うんうん、もう雰囲気的にやっべっぞって状態なんですよ、うん、完全に、うん、で、まあ、車止めて、うん、で降りるか、いや本当街灯もないから車の明かりで照らしとかないとダメだった、うんうん、そうだね、うん、でこれエンジン切ってつかなくなったらアウトじゃないですか。うん、そうだね。で、そういう話もよく聞くじゃないですか。まあね、そういう場所、ね、そういう場所行ったら、うん、だから絶対にこれ切ってつかなくなったらもう終わりだって、うん、で、携帯なんかもちろん電波入らないし、うんうんうん、これあかんと、だからもうつけっぱなしで、うん、で、パッてやったらちょっと門がやっぱ見えたわけですよ。あ、寺の？寺の門だろう、うんうんうん、物が、うん、だからそこだろうということで、うん、そこ照らして、で、その門のところに、まあ、金網みたいなのができてるんだけど、もうやっぱ、まあ、誰か来てるのか分かんないですけど、穴がバーン開いてるわけですよ、うんうん、で、まあ、そこからちょっとこう入れるみたいで、そこをこう潜って、うん、でちょっとなんかもちろん、うん、行きます、うん、まあ、ちっちゃい懐中電灯みたいなの2人で持って、お前行けよ、お前先行けよ、ダメダメだって、お前押すじゃん、お前どうせ逃げんだろ、逃げねえから行けよ、うん、じゃあ一緒に並んで行こうみたいな、うんうん、横並びで行こうみたいな、もうそれぐらいもう怖いよね、怖いですよ、うん、で階段があって、うん、要は上がっていくんですけど、うんうん、でもう真っ暗でこうやってもう照らすのも怖いぐらいですよ、うん、でバーって階段だけこう登って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 、いやまだつかないな、これ大丈夫か、
ってて下見たら結構登ってるんですよ、うん、だけどいやまだ上かっつって登って登りきったと思ってでパッてこう前を明かり、うん、見たら明かり感じで前を照らしたら大きな女の人の像がポンって出したんですよ、うん、結構大きめので不気味じゃないですか、うん、うわってなんだこの不気味な感じは。お将棋の崩れるようなあの像って感じ。いや、そうそうそう。まさに、うん。で、うわ、なんだこれって思って。うわ、で、うわ、怖いなと思って。でも、これだけかって。うんうんうん。いや、これだけかって。いや、その、これで終わりかって思って。うん、で、パッて、電気を横にずらしたら、うわーってちっちゃい自動車なんですよ。あー、怖っ。ブラーってやって、うん、やべーと思ってパッて反対側照らしたらそっちにもブワーってやって、うんうんうん、その女の人の像を小さいお地蔵さんの千何千個程度で覆ってんですよ、うん、やべーってなって、うん、なんかわかんないやべーってなってバーッ逃げない、うん、でガーッてやってで、車の中にボン乗って、うん、でもう鳥肌もう止まんないし、うんうん、もう寒気すごいし、うん、うわやばいやばかったなやばかったなやばかったなってしたら奥の方から、うん、明かりがファッファッって見えたんですよ。おう来た道の奥の方からファッファッって車で来た道の方から車で来た道そう上がってきたじゃないですか車で、うん、そのあっちから上からじゃなくて、今度車上がってきたその山道の下の方からファッファッって光が見えたんですよ。でえっって思うじゃないですか。でよーく目凝らしたら、うん、黒塗りのセダンがゆっくり上がってくるんですよ。黒塗りのセダン、おうこれやばいやつじゃないですか。怖い人だね。そうですよ要はここでダブルパンチ食らうかと思って、うん、まあでもちょっと安心するんじゃない。そんないや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 俺はだからその心霊スポット巡りに行ってるそういう若者を、うん、要はつまむじゃないけど、うんうん、あまあね、そう、うん、それを狙って、うんうん、なんかこうね、怖い人たちが、うんうん、なんかしてくるんじゃないかという怖さもあって、うん、ダブル怖いですよね。うん、でとりあえずもう山だからちょっとその辺に落ちてる棒、うん、棒枝っすよ、うん。ちょっと丈夫そうな棒を2人でバッと持って、うん、で棒持ち。だってもうしょうがないですから、もうやるしかないから謝るんじゃなくて戦うんですよ。やばいから、で車にバーンってやってでとりあえずリクライニング下ろして、うん、まあとりあえず電気も消して、うん、エンジンは止めないですから、うん、で勝負来るかわかんないけどまあちょっとこうシーッとしておくと、うん、でしたらこうその広場までこうもちろんその車来て、うん、でくるーって回って一瞬自分らの、うん、車バーッて照らされるんです、うん、あバレたなってうん、でそのまま止まるかなって一瞬パッと止まったんですよ、うん、あっと思って、うん、バレた、うん、このまま来るかなと思ったらファッと受けて、うん、でその車がまた来た道をスーッと降りてったんですよ、うん、で俺が暗いにも起きてうわー何だったんだと思ったら、うん、ちょっと降りたところでパッて止まったんですよ、うんうんうん、やばいと、うん、塞がれた。あーなるほどね。帰り道完全に塞がれた、うんうん、もう帰り道そこしかないから、うんうんうん、で車1台分です、うんうんそうね、もうやばい塞がれた、うん、いやちょっと待てよ。でもまあずっとエンジン使いっぱなしだし、うん、その車もずっとそこに向いて止まってる、うん、ちょっと様子見よう5分経ってまあ何もない、うん、10分経って何もない、うん、これはもうじれってえなと、うん、こっちから行くしかねえな、うん、もう覚悟決めようぜ、うんまあ、俺らも若いし、うん、まあもう今ノリノリだからまあこういうことあってもいいだろう。まあ電気パーンつけましてで、その帰り道をもう行ってやろうと思って、うん、バーン運転してで、下ってってその後ろにバッてつけようと思った時に、うん、そのセダンがちょっと道を外れて止まってたんですよ。要は、開けといてくれたんですよ。1台分のところが、うん、そういうところがちょっとあったわけだね。あったんですよ、うん、逃げれるところ逃げれるところ、そこにあえて逃げて止まってたんですよ。これ、いけるじゃないですか。逆に怖いんですよ。何のためにこいつは何で開けて通過させようとしてんのか、うんうんうん、罠かと罠かと超怖いです、うん、だからもう棒握りしめながらお互いにもういつ行ってもいいような状態で、うん、もうカタ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 もうそわそわしながらさ、うん、スーッと横つけて、うん、ですれ違ってパッてやったらもう運転席誰も乗ってないんですよ、はあはあ、車の中誰も乗ってないんですよ、うん、
でも電気つけっぱなし、エンジンつけっぱなし、あっちも、うん、これやばいと、うん、どっから出てくる、どっから出てくる、どっから出てくるんだって、うん、もうちょっと焦ってますよ、うん、でスーッと前出てったら、その電気の前のところでうんこしてたんです。そいつ嘘やん、そいつ嘘やんって思いながら、俺通り過ぎてそのまま帰れてたっていう。一人、そいつ一人、あいつ一人、あいつ一人、わざわざ。じゃあタイミングめっちゃ良かったんだよ。いやだからノグソする場所探してたんですよ。あ、そいつもそこから、そう、うわー来たけど、あ、誰かいるってなって、でダメダメだって、で今踊ろうと思ったけど、ダメ間に合わないってなって、なって、しかもでもここ止めて、ここ止めて迷惑になっちゃいけないから、ちょっと端っこ止めて、で電気消したらその人も怖いから、真っ暗だと怖いから、真っ暗怖いから電気つけて、その前でしゃがんでノグスをしてたんです。怖くないさ、いや超怖くないさ、いやじゃなくて、そのセダンの人は怖くないさ、多分全然怖くない、怖くないじゃない、車が怖い、車怖い感じだった。あとはその雰囲気的な怖かった、まあ、普通のおじさんでしたけど。なるほどね、あ、実体験ね。そうなんです、怖かったです、うん、いや落ちはともかく、うん、あの途中は怖かったね。でも途中もマジっすよ。途中全部マジっすよ。これノンフィクション。ノンフィクション。ノンフィクション。クソしてたんだ。クソしてたっす。ねえ、マジ後ろから引っ張ったりやばったん、棒で。そうっすね。そこまで勇気なかったです。ちょっと今日いろんな恐怖で。すごい。でもあれだね、ずっと登ってる階段のところも実は全部地蔵さんだった、ね。ああ、多分そうだと思います。そうね、脇が。それでも照らせなかったです。まだあるのかね、高尾。いやー、どうっすかね、あるかも。やだね。いやだっすね。まあでもなんか水子の今日は祭る、そうって言いますよね、ちっちゃいお地蔵さんがバーってあって、うんね、女神さんみたいな像があって、うん、でもそこが今水子のなんかこう祭るというか供養する、うんうんうん、元はそういう場所だったっていう部分もあって、やっぱすごくこういういわくつきというか。なるほどね、うん、いや怖かったですよ。途中のその描写、俺登って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 って何回も言うからさ、うん、なんか絶対それでうわーみたいな来るのかなと思って、もう結構ちょっと構えて、はい、どうしようどうしようみたいな。それで順次ながら寒いなー怖いなーなんて言いながら登ってると、つーって声かしましてね。で登ってると後ろからさーっと声かけて、やだなー怖いなー怖いなー、やだなーやだなー怖いなーなんて思ってると、横からふっ、おばちゃんだったんです。これちっちゃくね。もうちょっと練習しておきます。向こうです。あるあるある、はい、ね。